おっと。地震情報。最大震度4のやや強い地震が発生しました。4ですか。え、4、あれで震度4なのかよ。震度速報、震度4、和歌山県北部。震源情報、7時57分頃、震源地は和歌山県北部、深さ 10km、マグニチュード 3.6、津波の心配なし。大丈夫。え、こんにちは。通知来ませんでした。テレビ速報より。和歌山市から海南市にかけての土直下だとたまに小さいマグニチュードでも強い震度になることありますね。こっち揺れてません。和歌山県、震度4、湯浅町。局地的ですね。震度2、有田川町。久しぶりですね、和歌山。震度1、海南市、有田市、御坊市、紀美野町、和歌山日高町、由良町、日高川町。範囲が狭い、携帯の地震の通知より来ました。地震情報、中、地震情報、おつです。